これからグルコカードプライムとナチュラレッドプチを使った血糖測定の方法を説明します。測定を始める前にグルコカードプライムの音声ガイドとブザー音の設定を確認しましょう。音声ガイドは測定操作の方法や測定結果、測定できない理由などを音声でお知らせする機能です。ブザー音は電源が入った時や測定操作のタイミングを示す時にピッという音が鳴る機能です。音声ガイドとブザー音の設定は本体裏面にある音声ブザー設定スイッチで切り替えます。設定は全部で3種類、左から順にアラートマーク、下三角マーク、吹き出しマークです。アラートマークを選択すると音声ガイドはなくブザー音だけが鳴る設定です。下三角マークを選択すると音声ガイドとブザー音が共に鳴らない設定です。吹き出しマークを選択すると音声ガイドとブザー音が鳴る設定になります。本使い方動画では音声ガイドをオンにした状態で操作を行います。音声ガイドとブザー音の設定はできましたか？それではグルコカードプライムとナチュラレッドプチを使った血糖測定について、まず測定の前に準備するものを説明し、次に測定の全体の流れをご覧いただきます。そして詳しい操作説明をしていきます。はじめに測定に必要なものを準備します。測定に必要なものは測定器、センシ器具、センサーです。次に採血部位を消毒する消毒面、測定結果を記録する自己管理ノートも準備してください。また測定を行う前には手をしっかりと流水で洗い、よく乾かしてください。では最初に全体の流れを説明します。測定は大きく分けて4ステップです。ステップ1、まず選手器具の準備をします。ステップ2、測定器の準備をします。ステップ3、選手採血を行い測定します。最後に片付けをして終了です。それでは詳しく見ていきましょう。選手器具の準備をしましょう。先端についている保護キャップをひねって取り外します。これで選手器具の準備は完了です。測定器の準備をしましょう。正しい測定値を出すためには測定器を室温に20分以上なじませてください。冷房や暖房をしている部屋に入ってすぐの測定や冷気や暖気の流れているところでの測定はしないでください。センサーのアルミパックを開封口から左右に開いて開封し取り出します。センサーは湿気に弱いので必ず乾いた手で使用する直前に開封してください。センサーの表面を手前にして測定器に差し込むとピッとブザーが鳴って電源が入り、各月の季節画面が表示されます。血液を吸引させてください。全開値と血液を吸引させてくださいが表示されていることを確認します。これで準備は完了です。それでは測定を始めましょう。手をしっかり洗い消毒をしてよく乾かしてから測定をしましょう。
特に果汁など糖分を含むものに触れたときは、手を洗わないと正しい測定値が出ません。先死する部位を消毒します。消毒液はしっかり乾燥させてください。乾燥させないと血液に消毒液が混ざって正しい測定値が出ないことがあります。ナチュラレッドプチを人差し指と中指で挟んで持ち、先死する部位に押し当てて先死ボタンを押します。測定に必要な量の血液を出します。血液は丸く玉状に出すと吸引がしやすいです。寒い時など十分な血液が出ない時には、手のグーパーを繰り返したり、両手をすり合わせるなどのマッサージをしてください。血液を出す時は指の根元から先へ向けてゆっくりと絞り上げるようにしてください。測定器を手に持ち、測定画面に全開値と血液を吸引させてくださいが表示されていることを確認します。血液を吸引させてください。センサーを差し込んでから2分が過ぎると画面が暗くなります。5分経過すると自動で電源がオフになり測定できません。規定時間が経過しました。電源をオフにします。電源が切れてしまったらセンサーを抜き取り、再度新しいセンサーを差し込んでください。電源が入ります。血液を吸引させてください。センサーの先端を下に向けてグルコカードプライムを持ち、先端を血液に触れさせると血液が吸引されます。測定を開始します。ピッという音が鳴ったら指を離してください。測定が始まります。もう一度アップで見てみましょう。測定を開始します。センサーの先端を血液にそっと触れさせると自動的に血液が吸引されます。ピッとなると測定ゲージが表示され測定が始まります。測定が始まったら測定器を静かに置いてください。測定を開始します。7秒で測定結果が表示されます。123です。測定中はセンサーに触れたり測定器に振動を与えたりしないようにしましょう。正しい測定値が出ないことがあります。測定結果を確認します。測定結果は自動的にグルコカードに記憶されます。血液の吸引が適切でないと正しい測定値が得られないことがあります。センサーに血液を押し付けるようにすると正しい測定ができません。必ず丸く玉状にした血液にセンサーの先端をそっと触れさせて測定することを心がけましょう。測定結果でローまたはハイの画面が表示されたら測定をやり直してください。測定をやり直しても何度も同じメッセージが表示されるときは症状が著しく悪化している可能性があります。すぐにかかりつけの医師に相談してください。10より低い値です。新しいセンサーで測定をやり直すか医師に相談してください。600より高い値です。新しいセンサーで測定をやり直すか医師に相談してください。測定された結果は自己管理ノートに記入します。また自己管理ノートには前回の食事の開始時間や運動の状況など血糖値に影響が出そうなことをメモしておきましょう。これで測定は終了です。測定終了後は片付けをします。
測定器の裏側の排気レバーをスライドさせるとセンサーが外れます。電源をオフにします。血液のついたセンサーに触れないよう気をつけて排気してください。電源をオフにします。センサーを外すと測定器の電源が自動でオフになります。選手器具はそのまま廃棄します。ナチュラレッドプチは一度使用すると再使用できません。使い終わった選手器具はかかりつけの医師の指示に従って廃棄してください。これでグルコカードプライムとナチュラレッドプチでの測定操作の説明を終わります。正しく血糖測定を行って血糖コントロールに役立ててください。